今日も元気いっぱいだな。何してるんだ？ノーラ、司書補と訓練してたの。いい感じだな。仲がいいんだな。みんなロボトミーの時一緒だった職員だから。あの時はみんなと一緒に働けなくて後ろで補助ばっかりやってたの。今回は一緒に働けて嬉しいんだ。昔のロボトミーの職員か。感慨深そうだな。そう。そして昔は謝って職員のみんなをひどく責め立ててたの。でも今度は違う。できることからコツコツやっていくつもりよ。過去に直面し未来を作れ。歴史の本質を言ってるみたいで気に入ってるの。確かにそうだな。でも歴史を通して学べる人は稀にしかいないよ。白々しい格言は知っていても実践が難しいからな。昔のこといろいろと考えてみたの。私はエリアって人だった。君の一度目の人生？うん。平凡に都市の巣で育って平凡に勉強をしながら学校に通ってたの。特別なこともなかったわ。お金が特別多かったわけでも才能が特出していたわけでもないから、エリアが住んでいた巣の住人はみんなどこか焦点を失って虚空を見つめてるみたいだった。都市で白くて黒いものだけを見てたの。でも巣はキラキラしてて色も鮮やかじゃないか。たまに目が痛くなるくらいには豪華だったけど。それはそうだけど、人が文字を読むのに別に色は必要なかったのよ。白くて黒いものを入れるのにも疲れるのに、余計な色まで目に入れる余裕はなかったの。ふん。ということはエリアは色が見れたってことか。見れたというよりは見ようとしたの。色が最初からなかったわけじゃないから、エリアはみんなに分かってもらいたかったの。色というのがどれほど多彩で眩しいのか。違う色が混ざれば新しい色が生まれるように、果てしなく変わっていけるのがまさに色なんだって。エリアはそんな考えをしていたみたい。まるで人事みたいに話すんだな。正直エリアと私が同じ存在だって感じはしないわ。時が流れたせいかな。他の司書もみんなそうだと思う。むしろ私の人生はロボトミーで与えられた2度目の人生のマルクトから続いてる感じがするの。だから最初の人生のエリアはどこかちょっと馴染みがないの。そうだった人間が私の中にある感じ。懐かしくて切ない感じね。俺はよくわからないけど、結局いいってことか？うん。そんなに悪い気分じゃないし、ようやく私自身を振り返る余裕ができたみたい。私が生きてきた日々をね。私たちは振り返る時間が本当に足りなかったの。前ばかり見て走り続けたから。そしてもしかしたらアンジェラも。みんな振り返る余裕がないんだよな。俺も今も前ばかり見て走っているから。でもな、現状が行き詰まってたり未来が心配な時、過去を振り返ってみると解決策が見つかるんだ。そうみたい。当面の問題を解決できるかはよくわからないけど、アンジェラが言ってたことに対する答えはある程度見つけられた気がするの。君が誰だったか、どうやって生きたいかの話？うん。その時は夢と言えるものがなかったけど、今は違うの。もしこれ以降、私が何か別の仕事をしてる姿を夢見るなら、私は建築家になりたかったかもって思うの。建物を設計して、完成まで全てに責任を持って指揮する人のことよ。建物ってトンカンやってれば立つわけじゃないんだな。そうよ。機能的に作り出せる最大値から最も美しい外観を考えることから始めないといけないから。そんなややこしいのか。知ってる？ローラ、人間は建物を作るけど、後々は建物が人間を作るってこと。今まで生きてきた人はどうしようもないけど、
新しく生まれてくる人々がこの都市の建物を見て育てばどういう影響を受けるか、もし私が全ての人の記憶に残る色の込められた建物を作れたら、そんな気がするの。マルクトならうまくやってけると思うけど、似合うし。ありがとう。ノーラン、あなたも私みたいに過去を振り返ってみるといいと思うわ。俺はいつも後ろを振り向いてるんだ。とにかく建築家の夢を実現できるといいな。